はいどうも、百均です。今回はダイソーの方でちょっと気になる商品また見つけてきたので紹介したいと思います。今回紹介する商品はこちらになります。キャンピングキット調味料ボトル収納ポーチブラック6ボトル入り。これ多分今月の新商品だと思うんですけどね、初めて見たので、はい、これは便利だなと思って買ってきました。こちら何かっていうと、まあキャンプ用のね調味料入れになるんですけど、こういうボトルがついててポーチになってるっていう、これは持ち運びにもすごい便利だと思って、新商品なので気になって買ってきました。キャンプ行く時にはね、結構このスパイスボトルとかどうしようかなっていつも悩む時あるんですけど、もうこれだったら便利かなと思ってます。粉末用のボトルが3つ、で液体用のボトルが3つと、こちらの方も本当に液漏れとかしないかちょっと確認しながら、はい、じゃあ中開けて実際の商品見ていきたいと思います。はい、商品なんですけど、こういう感じで、ボトルが入ってまして、まあ、ちょっと全部ボトル抜きますね。ポーチ自体はこういう、まあちょっとね結構固めの板が入ってる感じで、しっかりしたポーチですね。ここにねぶら下げるタグもついてまして、チャック自体がここでこうファスナーが閉じるとここまでしっかり入りますから、結構ねこのポーチもねしっかりした形で使いやすそうなポーチになってます。あ、いいですね、形もねサイズもいいと思います。一応このポーチの段階で幅が23センチ24センチぐらいですかね、高さが10センチ11センチっていうところです。厚さですね、5センチほどですか、 4.5 から5センチっていうところですねのサイズになってます。はい、でこちらにこの先ほどのこのボトルが、全部で6本入ると。いいですよこれ、ファスナーもねそんなにちょっとここがね締めにくいかなとは思うんですけど、まあ綺麗に開きますから使いやすい感じにはなってます。ゴムの部分、ここにボトルが全部で6本入ります。付属のボトルですけど、こちらがまず粉末用、50ml のボトルになりますね。胡椒だとか塩だとか、まあ、キャンプに持っていくのには、まあ、大体これぐらいの量あれば1回分は足りるかなっていう分です。こういうしっかり蓋の方も閉まりますから、大体そうですね、一般的に言ったら塩と胡椒と、まあ、あと七味ぐらいですか、粉末のものといえば。料理する方だったらねバジルだったりと、まあ、あとカレー粉、まあ、その料理に合わせて使ったらいいかなと思います。でこのボトルもねこのサイズであれば多分入ると思うんで、他のね調味料ボトル、まあ、近いサイズ感あればいいんじゃないかなと。はい、大体ボトル自体が高さ9センチぐらいのボトルですね、まあ、幅が 3.5 ぐらい。はい、で次こちらがね液体用っていうやつですね。こちらも蓋を以外は同じものです。先ほどの粉末用のものと。こちらはまあしっかり蓋も閉まりますし、蓋がね、よいしょ、結構しっかりした感じの、ね、液体出す口ですね。ちょっと細い穴が開いてる、はい。こういう形のボトルの蓋になってますんで、これ結構液体のものとかだと便利かなと思います。だから醤油だったりソースだったり、まあ基本的にはだからよく一番使うのはオリーブオイルとかの油ですね。こちらが3本、まあ、なんで、まあ、まあ粉末はあまり多分これだと漏れることほぼないと思います。このね蓋の部分、これがしっかり液体をガードしてくれるのか、そこ大きな気になる部分なんで、ちょっとこちら油とか水とか入れて実際ちょっと漏れがないか確認したいと思います。
こちら水が入ってるんですが、はい、こうやって蓋開けて、まあ、液体の出方ですね、こちらのこういう振ったら出てくる感じですね。もちろんこうガラスじゃないんで、こう押してやればそれなりに出ます。はい、なのでね、これ結構優秀なボトルだと思います。逆さにしただけじゃ出てこないんで、振ったら出ますけどね。はい、このボトル自体もね結構優秀です。はい、蓋もしっかり閉まりますし、これだと本当に液漏れもないと思います。あとね、こちらはなんかね無地なんで、プレートのところっていうんですかね、はい、なのでなんていうんですかね、こうオリジナルで焼き印を押すとか、自分でねネーミングとか加工するのもちょっとできるんじゃないかなっていうのも思います。ハンダとかでこう文字書いてもいけそうな感じなので、はい、まあオリジナルの自分だけの名前を入れるとか、はい、そういったことも可能かなと思います。はい、じゃあさっきはボトルなしでファスナー閉じたんで、実際にこの辺入れてみて、そうですね、まあまあゴムなんで入れるのがねちょっとスムーズに入るかって言われるとちょっとスムーズには入らないんですけど、まあまあ今これちょっとね宙に浮かしてやってるからだと思うので、テーブルの上とかだと入れやすいのかなとは思います。こういう形で6本入ります。でこれを、はい、結構スムーズには締めれますね。はい、まあここがねやっぱりちょっと出ちゃうんで、まあしょうがないかなと思うんですけど、ここのおかげでこう綺麗にフルオープンするのかなと思うので、はい、これはこれでまあいいと思います。はい、まあ調味料以外はちょっと何も入らないかなとは思うんですけど、こうやってぶら下げることもできますからね、カラビナとかつけたら、これ非常に便利です。はい、収納としてはいい収納ケースだと思います。そんなにね、作りもチャチくないんで、はい、こういうキャンプ道具としては結構優秀じゃないかなと思ってます。もうちょっと11月でだんだん寒くなってきてるんですけど、はい、ダイソーさんまだこうやって新製品がどんどん出てくるっていうのはすごいなと思います。こちらの商品、注意点としてはボトルに入れる調味料、こちらはまあ、使い切るぐらいの量を入れてくださいということですね。これに長期間保存するための容器ではないので、まあ、あくまでキャンプに持ち出す時のボトルということで、その点ご注意ください。はい、で、こちらのケース、洗濯とかはちょっとできないですね。多分中にね型紙の紙が入ってるんですよ、おそらくここね、こうただちょっと硬い感じになってるんで、これ洗濯しちゃうと多分もうボロボロになります。まあ、汚れた時は拭くなりっていうことで対処してください。瓶自体はもう洗剤で、食器用の洗剤できれいに洗って使うと、まあそういったぐらいの注意点です。はい、これは優秀な商品じゃないかなと思います。僕もちょっとキャンプよく行くんで、スパイスボックス作ろうかなともちょっと思ってたんですけど、これがあればね6本分はまず入りますから、それぐらいのねスパイスボックスちょっと作るとまだやっぱりかさばっちゃうんで、これだとソロキャンプのリュックにも入れれますし、変な話こうぶら下げることできますから、カラビナあればリュックにこうぶら下げて持っていくっていうことも可能です。こちらダイソーの方で500円で販売されてましたので、気になる方はダイソーの方にキャンプコーナーっていうんですかね、バーベキューコーナーちょっと探してみていただくか、まあ、お店の方に問い合わせしていただいたらいいかなと思います。はい、じゃあ今回はこの辺で、またね気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。